はい、皆さん、こんにちは、与田でございます。今日はですね、1982年とかね、3年くらいにやってたですね、NHK の You という、番組がありましてですね、僕は大好きで、中学生のですね、よく見てたんですよ。糸井重里さんが、司会でね、河合道子さんと2人でやられてた番組で、当然僕はその頃も YMO が好きで、オープニングが、教授の You のオープニングテーマで、でエンディングがまた坂本龍一氏のエンディングだったんですね。でそれをまあちょっと今回やってみようかなと、初めてなんですけどね。でまあコードなんか僕分かんないんで、そのコードを取るとこからやっていこうかなと思っております。今日はねエンディングの方ということでですね、とりあえずね音源の方を用意したんで、ここにまずポーンと持ってくるわけです。そしてまあこう、まあ手、音源なんですね。こういうやつですね。ちょっとだけ鳴らせますか。このやつですね。で、これを、まずコードを取りたいんですけど、こういう場合ですね、まず僕はどうするかというとですね、ここにね、こういうアプリがあるんですよ。ミックスマイスターっていうね、これにですね、この先ほどの音源をドラッグドロップするわけです。ピュッと。そうするともうこのテンポがね、BPM って出てるんですよね。115.14 と。まあ115ですね。ということなんで、ここを115にすると。で、でちゃんちゃんのここですね。ここで、ここをですね、2の頭に持ってくる。2小節目の頭に持ってくる。そうするとこのクリックに合うわけですよ。例えばね、っていうなるわけです。そしてこれをですね、コードっていうところにドラッグドロップするわけ。ドラッグアンドロップ。そうするとコードが検出されるわけですよ。で意外とコードがね簡単ですね。これね、キーは C ですね。でこれちょっとね、曲の方を僕がちょっとピアノじゃあね、まあ普通のピアノテックでいいか。これちょっとね、今弾いてみますけど、まあ僕はまあ完璧にコピーしようとかね、そんなことはまあ別に考えてなくてですね、こうですね、ちょっと手元が映った方がいいですかね。手元が映った方がいいですかね。タラララタタタタタこんな感じですね。で、これちょっと打ち込んでいきますか。ドラムがね、ドラムは、まあ、シンプルに、U ジャムですね。キャンディーです。で、こうよ、どうなってます？じゃあ、まあ、これに合わせてもいいんだけど、まあ、ハイハットは普通に打ち込みますか。これ聞きながらいきますか。こんな感じで16部で打ってるんだけど、クオンタイズかけてどうだろう。うん、合ってますね。でちょっと普通にキック入れます。こうちょっとこれもクオンタイズ、こういう感じで、じゃあまあ僕は基本的にあまりそのベースとかねこだわりがないので、あまりそのぴったり同じように打ち込む必要性はないと思ってるんで、ね、じゃあベースどうしようかな。普通のとまあプロフェットっぽいのはいいんだけど、
ムーブ系でいけばいいですかね。ここまでいいか。ここでいきますね。ピアノね、こんな感じで入れます。好きなんですよ、このオブセッションのこのね、サイボーグ T800 って音、これ結構好きなんですよ。いい音でしょ。ちょっとこう、ちょっとピッチを揺らしておくと。悪すぎるね、これは。あまりにも。違いましたけど、
シンセはですね、プロヘッド5っぽい音がいいかなと。なんかベルっぽい、バレットっぽい音。原曲っぽいね。でもノイズが乗るね、これは。軽い方がいい。ちょっとこれでリレー抑えめで、ちょっともうリレーないと寂しいか。これでちょっと一回入れときます。これもプレゼンテンが一応2倍か。どこかね。ちょっとこのテレレレンテンが頭入ってないね。シンセっぽいのを入れます。はい、ということでね、今日はね、You のエンディングテーマ、こういうやつね。
難しいね。まあ、あの曲自体はねとても分かりやすい曲でね、このちょっとキー違いますけど、では You 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 and I You You I need you っていうこのオープニングのやつ You 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 are make it てててこれももう今度次回やりたいと思います。これもね行動をとってやればいい。ということで、今日はね、You のエンディングテーマをやってみました。これからもねちょっと曲をちょっと自分のまあ引き出しを増やすためにねやりたいと思います。今日はね6度マイナーから落ちていってサブドミナントマイナーに行く、分かりやすいコードでしたけどね、とても80年代の香りがする素晴らしい音楽でした。ということで、さようなら。